続きまして、ラグビー長期が命を守る国民運動、共同代表であり、論文小作家、そしてジャーナリストでございます。川添圭吾代表に取り回していただきます。よろしくお願いいたします。これは正義ですから、だから雨もすいません。そして皆さんの心はこれから晴れていくように、これから戦いを始めましょう。まず一つ重要なことは、政府、そして WHO ももちろんそうですが、政府厚労省すべて悪魔だと考えてください。従いますか？不服従を貫きます。ビッグステートも政府も、まあいわゆる支配層は我々がいい人だと思って舐めてるんです。舐められてはいけません。向こうはマスメディアもそうですが、怖がらせてワクチンを打たせようとしましたよね、はい、それが彼らのやり方なんです。共産主義を学んでいる私はよく知っています。恐怖で統治をするわけですね。2020年からずっとそうでした。数字を見せて、あそこで誰が死んだ、どの何人死んだ、数字で恐怖を煽ったわけです。そして腕を出して打たせるように仕向けてきました。まあこういったことはディープステートはいろんなプログラムを持っていますから、日本にはこの方法がいいということでやったんだと考えます。その上で我々が強い人間であれば政府は怖がります。強い人間で戦わなければ生き残れません。今生きるか死ぬかの戦いだと私は思っています。そして残念ながらまだ日本にはまあ寝たまま全然分かってない人もいます。まあ起きそうにない人はそのまま寝といてもらえばいいんです。そうすればもっと目覚める人は増えるはずです。実際どれだけこの数年間で、あそこでも亡くなった、ここでも亡くなった、亡くなるような年齢じゃない人が死にましたか？しかもその多くは家で亡くなってるんですよ。何にも問題がなかった年齢の人がどうしてこうやってバタバタ死ぬんですか？それなのにかもしれないと言った時点で、なぜ、まあもちろんマスメディアはそういう人を出しませんが、パージされるわけですよね。世界にはずっと陰謀があります。陰謀論ではなく陰謀があるわけです。我々はユースレスイーターと勝手にカテゴライズして、そしてまあ地形して多くの人にロンというのは彼らの考えです。その手足になっているのが日本の政府であり、岸田というクソたち、そして法務省とか、それから赤です。絶対に許せなりません。絶対に何があっても我々は譲歩してはいけません。そしてこれから何があってもとにかく戦うしかないと思います。ディープステートはいろんな方法でやってきます。分断工作とか飴を与えたりとか、まあいろんなねことをやってくると思います。それでも見えていたら、そのまま我々は遺伝子組み換え人間になるか、自分の命を全うすることなくあの世に行かなきゃいけないわけです。しかも墓場を管理しているのは今中国の企業じゃないですか。一体どうなってるんですか。
だから本当に今正しく起こるとき、そして感情的ではなく正しく行動し、そして相手を恐怖に陥れるぐらいのそういった覚悟で、それが今日の始まりだと思ってます。私も何があっても戦いますので、皆さんも堕落しないように、これからもっと仲間を増やして、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。何があっても戦い抜きますということで、これ高らかに力強く皆様にお話しいただきました川添恵子代表に今一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。さあ、そして本日もこの国民運動のためにご協賛いただいております